事の起こりは天平15年743年、聖武天皇が難波へ行幸された持病で倒れられたのが始まりです。この時すでに帝位を継ぐのは聖武天皇の娘安倍内親王の後の後見天皇と決まっていました。つまり帝にもしものことがあっても帝位をめぐって揉めるはずはなかったのです。しかしこれに異を唱えたのが左大臣として政務の中心にいた立花の脆いの息子立花奈良麿でした。女帝はダメだ、一代はそれでもよかろうが、女の帝では世継ぎの王子が得られぬではないか。数年もすればまた同じ騒ぎを繰り返さねばならぬ。それなら今王子を持てる男の帝に位についてもらうのが上策ではないか。奈良麿の言い分にも一理ありました。当時は女性でも天皇になれましたが、位につく女性は未婚の皇族女性で、帝位につけばそれより皇父は持てぬとされていました。つまり女帝では次の皇太子は生まれないのです。しかし彼が反対する本当の理由は藤原氏が勢力を盛り返すのを嫌ったためです。藤原氏全盛の当時、なぜ奈良麿の父立花の脆いが左大臣の位につけたのか。それは天平年間に政権を握っていた藤原の不比等の4人の息子をはじめ有力貴族が天然痘によって倒れてしまったからです。立花の脆い、その方を左大臣に任命する。心して拝命し忠義を尽くすよう慎んでお受けします。転げ込んだような左大臣の位でしたが、諸江さん立派に務めちゃうんですね。これには藤原氏が焦りました。当時の帝は有力貴族の操り人形状態、彼らの助けを借りてやっと対面を保つありさまでした。政治にも主導権を握った貴族の意向が大きく働きます。せっかく我らが何代もかけて天皇家に食い込んだのに、このままでは立花に取って代わられてしまう。なんとかせねば。こうして帝位をめぐる水面下の攻防は続きます。当時天武天皇の孫や曹孫にあたる男の皇族は何人もいて、後継候補にはことかきませんでした。帝位を上っていいお方は何人もおられる。何もわざわざ女帝にすることはあるまい。どなたかいいお方はおられるか。私は天武天皇の曹孫の木文王がいいと思うのだ。安倍内親王の母君、光明皇后は藤原の娘だ。そのうち親王が帝位につけば、また藤原がのさばってくるぞ。あなた方はそれでもいいのか。しかし、奈良麿が賛同者の意見調整に手間取っているうちに、天平正法元年749年7月、肝心の聖武天皇が安倍内親王に上位してしまわれました。奈良麿の計画は断ち切れになります。せっかく立花の家に流れが来ていたのに、これではまた藤原がのさばる。それはいかん。奈良麿の恐れていたことが現実となります。新しい女帝後見天皇やその母の皇太后の信頼厚い藤原の仲麿がどんどん出世し始めたのです。藤原の仲麿を皇太后宮の長官に任命する。慎んでお受けします。皇太后宮という名前ではありましたが、この職は宮中政治や軍事にも介入できる職でした。安倍内親王が帝位につくのに反対していた立花の脆い奈良麿親子は政治の中心から外されていきます。今も昔も当然のごとくの報復人事です。父上、暇ですな。そうよの。諦めの悪い奈良麿は今度は藤原の仲間の推挙で大伊王という皇族が後見女帝の皇太子となったのに腹を立てます。私が木文王を立てようとした時はろくに賛成もしてもらえなかったではないか。私はダメで仲間の意見なら聞くのか。このまま藤原をのさばらせておくものか。今に見ておれ。藤原氏の専横に不満を持つ貴族は多く、奈良麿は彼らと語らって本格的に仲間を追い落としを企てました。武力に物を言わせてもですね。しかしこの計画は山城王という皇族から後見天皇にご忠心されてしまいます。立花の奈良麿がまたそろ不穏な動きを見せております。実は奈良麿がことを企てるのはこれが3回目でした。しかし女帝はこれを取り上げませんでした。立花と藤原は昔から天皇家に仕え支えてきた者たち。お互い仲違いせず、これからも天皇家を助け、この祭りごとに励まねばならぬ。女帝は大ごとにせず収めたいと思われたのです。しかし奈良麿一派から裏切り者が出て、謀反は仲麿の知るところとなりました。仲麿は直ちに後見天皇に報告し、自分の掌握している軍事権に物を言わせて兵を召集。奈良麿たち事件の関連者を取り押さえます。奈良麿一派として船戸王、木文王、大友の小麿、田尻の公使会、鴨の角足り、他の多くの者が捕らえられました。役人の分際で皇族を捕らえるのか。うるさい謀反人は黙っていろ。彼らは厳しい詮議を受け、全員が謀反を白状します。
流罪を申し渡された者もありましたが、多くは常罪の刑に処せられました。常罪というのは律令法に定められた5つの刑罰のうちで、知罪に次いで軽いものです。皇族を常罪にするのか、それは違うであろう。常罪というのは文字通り長さ1メートル余りの竹や木の棒で罪人を打ち据えるものですが、打つ回数は60回から100回の5段階です。大の男が本気で打てば60回でも人間は絶命するでしょう。苦しい、何も本気で打つことはあるまい。どうなら収めると言っているではないか。うるさい、国への反逆は別じゃ。己の罪を悔いるがいい。しかしそこは地獄の沙汰もなんとやらちゃんと抜け道がありました。つまり回数分の銅を納めれば打たれずに済むのです。この制度には食堂などという名前が付けられていて、身分のある者や金持ちは打たれずに済むのです。キブミ王はこれを言ったのでしょう。しかし残念ながら国家に対する反逆罪はその対象ではありませんでした。きっちり実刑が課されます。船戸王、キブミ王、大友の小麻呂など主だった者は容赦なく打ち据えられ、次々に絶命していきました。もちろん奈良麻呂もです。ああやっちゃったよ、ちっと急ぎすぎたな。もう少し慎重にするべきだった、ミスったよな。だがもう仕方がない、巻き込んだ人たち運が悪かったと思って諦めて成仏してくれ。悔い改めれば仏は救ってくださるってさ。立花の家の運は親父の代で使っちまったんだな。愚痴っても始まらねえか。俺かい、俺は死亡者の責任を取って地獄へ行くよ。じゃあな。源平桃吉、日本を代表する氏族ですが、王朝政治を牛耳った藤原氏、武士の棟梁として重んじられた源氏と平氏に比べて、立花氏は尻すぼみ感が拭えません。奈良丸は何とかしたかったんでしょうね。バイ、マンガレリア。